皆さんこんばんは、大です。現在私は JR 東京駅丸の内口に来ています。これから私新幹線に乗って広島へ帰ります。皆さん東京広島間を新幹線で移動するなら基本的にのぞみ号を使いますよね。そんな東海道山陽新幹線を走るのぞみ号、実は窓口や券売機で購入できない特別な車両座席というのがあるんですよね。しかも一部列車や団体貸し切りというわけでなく全のぞみ号に設定されているから驚きです。最近は少なくなってきましたが、やはり新幹線の切符といえば窓口や券売機で購入するというイメージがあります。なのにね、窓口や券売機で購入することができない特別な車両座席がのぞみ号に設定されているっていうのはね、一体どういうことなのか。今回は広島へ帰りつつ実際に特別な車両座席ご紹介してみようと思います。私もすでに切符は持っているんですがね、窓口や券売機で購入できないのぞみ号の指定席というのはどこなのかので、ね、ちょっと券売機を使って見ていこうと思います。今回広島まで帰るんですがね、のぞみ号だけ見るんだったら新大阪まででいいですね。17時台、そうするとこうね、こうやってのぞみ号ダーッと出てくるわけですね。まあ、一部光が混じってますけどね。まあじゃあまず一番直近の17時半ののぞみ号15号を見ていきましょうか。こう見るとですね、もう全部丸になってる。こう一箇所7号車だけ×になってますね。いやここだけ満席っていうのもなんかおかしな話ですよね。まあじゃあ違うね列車を見ていきます。今度はのぞみ247号ですね。やはりねこちらもね丸ばっかなんですが、7号車だけね×になっています。そうなんです、このねのぞみ号の7号車っていうのは窓口はね券売機では購入できない座席になっています。もうね全ての7号車のね、のぞみ号の座席は確保できなくなっています。ちなみにこれねのぞみ号じゃなくて光号だとね、7号車はこうやってね購入できるようになっているんですよね。ちなみに私今回諸事情により新大阪駅でのぞみ号同士を乗り継ぐんですが、どちらののぞみ号も7号車の席を確保しています。のぞみ号の7号車というか、先ほど券売機でね×満席扱いと券売機や窓口では物理的に購入できないのを確認したわけなんですが、この7号車の座席どうやって購入するかっていうと、まあ、券面を見ればわかるんですがエクスプレス予約です。エクスプレス予約 S ワーク席ということで、7号車はね S ワーク席という特殊な席のため券売機や窓口では物理的に購入できないようになっているわけですね。この S ワーク席というのはどういうことなのかっていうのはね、後ほど新幹線に乗ってからご紹介しようと思います。今回2列車乗り継ぎになっている関係上、先ほどお見せした忍び券2枚とこちら乗車券新幹線特急券の切符3枚になっています。この切符乗車券も兼ねているんですが、なんかちょっとおかしいですよね。東京から広島確実に200キロ離れているんですが、特定特殊内制度が適用されていません。これ間違ってんじゃねえのって思うかもしれませんが、実はですねエクスプレス予約では特定特殊内制度が適用されないんですよね。そのため本当に東京から広島の移動だけで使える切符になっています。それではそろそろ新幹線へ乗るために東京駅丸の内北口より改札入っていこうと思うんですが、実はこの切符ですねちょっと注意点があります。それが引っかからず通っちゃった。おそらくね東京駅は利用者が多いからか通れるように設定してるのかもしれないんですが、実はですねこの EX 予約新幹線専用の切符になっています。こちらにも書いてある通りね在来線乗車不可となっているんですが、通常であればね、在来線改札から入ろうとすれば引っかかるわけです。これね名古屋でもね京都でもあと新大阪あと広島でも同じ扱いになるわけです。
なんならですね、在来線改札内にしか新幹線改札がない駅でもね、在来線改札で引っかかってしまうんですよね。まあ、東京駅は通ってしまったので関係ないんですが、これちょっと注意点です。忘れないようにしてください。それではこのまま東海道山陽新幹線中央乗り換え口よりこちらの切符でね通っていきましょう。ここからがね新幹線の切符です。まずここ東京から乗車していくのが19時ちょうど発ののぞみ255号です。東京駅では ありました、16番線から発車するみたいですね。新大阪行きののぞみ号です。 JR 東京駅東海道新幹線下りホーム16、17番線やってきました。乗車するのぞみ255号っていうのは16番線19時ちょうど発のぞみ255号新大阪行きです。16番線ね、まだ列車来ていません。この後18時45分頃にのぞみ236号としてね入線してきます。現在7号車の乗車位置のところにいるわけなんですが、ご覧の通りね、指定席と書かれて特に変化はありません。隣のね6号車見てもこちらもね指定席ということですからね、特別な車両っていうのは一見わからなくなっているわけです。ということで東京駅16番線には19時ちょうど発のぞみ255号新大阪行きやってきました。こちら JR 東海の N700系スプリーム N700S ですね。こちらが側面表示です。フルカラー LED になっています。7号車ね S ワーク席なんですが、座席はね指定席の表示しか出ていません。 S ワーク席っていう案内はねこれ出ないんですね。それでは7号車よりのぞみ255号を乗車していきましょう。7号車 S ワーク車両の車内はこんな感じです。 S ワーク席は3番 E 席ということで、ここですね。普通車ですが新幹線の座席ということでね、リクライニングを倒すことができます。結構倒れるんですね。まあこれ全開じゃないんですよ。全開じゃないのにここまで倒れるっていうのは結構いいですね。この N700S の普通車、肘掛けの部分にですねコンセントがついています。これ挿すとですね実際に利用することが可能なんですよね。19時ジャスト東京駅をねのぞみ255号発車していきます。ちょうどね東京19時ジャストっていうのは東海道線の特急湘南3号と同時刻発車なんですよね。東京発車後すぐにね湘南3号を追い抜いていきます。東海車ということでね、車内チャイムはアンビシャスジャパンですね。現在乗車しているのぞみ号7号車の S ワークシートについてご紹介していきます。この S ワークシート、
JR 東日本の東北、上越、北陸新幹線で設定されているオフィス車両と同じで、仕事がしたい人のためにね、設定されている車両です。この車内ではね、仕事するもよし、車内で通話するもよしっていう感じになっているんですよね。他の車両とはね、ちょっと違った構造になっています。で、この S ワークシートの車両、背面テーブルの方ちょっと見ていこうと思うんですが、ここにはですね、 SWi-Fi 4Biz というね、無料の無線無線 LAN サービスというのがね、あるんですね。新幹線自体ね、確かね、新幹線フリー Wi-Fi っていうね、30分おきに更新しなきゃいけない、ちょっと使いづらいなって思うような Wi-Fi があります。で、この7号車とね、隣のグリーン車8号車に関しては、この SWi-Fi 4Biz というね、更新の必要ないちょっと強力な Wi-Fi が使えるようになっています。で、車の方を見ていくと、網の部分にですね、リーフレットが入っています。これ他の車だとね、入っていない7号車専用のリーフレットですね。ビジネスブルースのご案内だったり、 S ワーク車両のご案内、またサポートツールの貸し出しサービスについてのご案内があります。裏面がですね、ビジネスブースのご利用方法といったやつなんですよね。このビジネスブースとは何ぞやということでね、ちょっと見に行ってみましょうか。ということでやってきたのが7号車の東京よりデッキです。こちらにあるのがね、ビジネスブースというやつですね。このビジネスブースなんぞやということでね、見ていくと、一時的な打ち合わせや電話、ウェブ会議などに利用できる個室型のブースです。このビジネスブース、S ワークシート利用者限定で1人または2人のグループ利用、最大30分利用可能な場所になっています。なのでまだね、試験使用中ということでね、利用料金は無料なんですよね。で、このビジネスブース N700S 全編成についているわけではありません。本当ごく一部の編成にしかついていないブースになっています。今回ね、 J の27編成というのに乗っているんですが、こちらですね、ビジネスブースがついているのは本当に N700S 全てではなく一部ということでね、選んで乗らないと使えないんですよね。今回あえて私、新大阪乗り継ぎでね、のぞみ号同士乗り継いで広島へ向かうんですが、その新大阪で分割した理由っていうのがね、ビジネスブースがついたのぞみ号が新大阪発着でしかなかったからなんですよね。詳しい使用方法っていうのはね、裏面にあるわけなんですが、この利用はね、また後ほどにしましょう。19時18分、列車新横浜駅を発車していきます。この列車のぞみ号ということでね、次の停車駅は名古屋です。1時間20分ぐらいね、ノンストップで走っていくわけですね。新横浜を発車したということで、ビジネスサポートツールの貸し出しサービスを利用することが可能になっています。このビジネスサポートツールっていうのは、新横浜京都間のぞみ号で運転されている N700S のみね、膝上クッション、 PC 充電アダプタータイプ C、 USB 充電器、簡易ついたて、小型マウスをね、貸してくれるってやつなんですね。乗務員ね、サービス提供区間内でお声掛けすれば貸してくれるらしいです。せっかく貸してくれるっていうんですから、乗務員さんに申し出てね、ビジネスサポートツールを借りました。今回私が借りたのは膝上クッションと USB 充電器、そして小型マウスですね。まずこちらの板みたいなやつが膝上クッションです。裏側をめくってみるとですね、こちらクッションになっているんですよね。もう結構ね、柔らかくなっています。この膝上クッション、どうやって使うかというと、本当にね、膝の上に置きます。新幹線とかの車内でね、膝の上でパソコン開いて作業してる人見たことありませんですかね。膝の上で作業してるとね、結構パソコンが熱くなってね、低温やけどしてしまうかもしれないということでね、こういう風なツールがあるわけです。ここでね、パソコン作業こうやってできるわけですね。下にもクッションがあるんですが、これはね、もう支えるためのものですね。続いてこちらが書いてある通りね、 USB 充電器です。100均に売ってるようなね、ケースに入っているんですね。中身は、本当にね、充電器といったものが入っています。 N700S ね、先ほどもご紹介した通り、
コンセントねついていますから、これでねスマホとか充電できるようになっているわけです。まあ、スマホもねいろいろついていて、 iPhone だったりとか Android だったりとか、まあ、いろいろ使えるわけですね。最後にこちらが小型マウスです。こちらもね100均に売ってるような袋にね入っていますね。中にはコードと、なんだこれって言いたくなるようなねものが入っています。まあ、これねケースに入っているだけで出してみると小型のねマウスになっていますね。 Bluetooth マウスみたいですね。まあ、こんな感じです。今ねちょっと Bluetooth のマウスをね接続してみました。まあ、ちょっとね反応悪いかな、ちょっと反応が悪いですね。しかもちっちゃいのでちょっと使いづらいんですよね。まあ、自分のね Bluetooth マウス持ってるのではいらないかもしれません。それではねついでにね Wi-Fi の方ちょっと見てみましょう。 Wi-Fi ね、あ結構いろいろあるわけなんですけども、新幹線フリー Wi-Fi がね、これがあの30分おきにやんなきゃいけないやつです。あとはあれ S フリー Wi-Fi ってのはないですね。 S Wi-Fi 4S がねパソコンや iPad ねちょっとね対応してないはずだということでね、 QR コードをスマホで読み込んで現在操作しております。まあ、サービスを利用するってやつですね。でそうするとですね、まあ、登録をしないといけないわけです。まあ、メールアドレスで登録しますね。でメールアドレスを打っていくわけです。こうやってねメールアドレスを打ち込むと登録が完了するわけですね。でこれからメールアドレスにやってきます。そしてこちらがね送られてきたメールです。まあ、特にね書いていないのでとりあえずそのままね URL をタップしてしまいましょう。重いですね。はい、この画面が出るとですね本登録が完了です。そしてね SWiFi フォービスのねサイトに行くわけですね。まあ、校舎のご案内だとかね、まあ、いろいろ案内があるわけです。 N700S 限定で区間も新横浜京都間のみですが、こういったねお仕事に役立つアイテムを貸してくださいますので、まあ、S ワークシート利用する際はね、まあ、使ってみてはいかがでしょうか。まあ、他にもですね簡易ついたってだったりとか PC 充電アダプターだったりとかが貸してくれるみたいです。まあ、今回はね、この3つしか借りませんでした。てかね、簡易ついたてのやつに関してはね、まあ、今ちょっと故障中のものがあって、個数が本当にないらしいんですよね。その関係で、まあ、今売り切れ状態らしくてね、ちょっと借りることができませんでした。このリーフレット、表面はね、一通りご紹介を終えたので、続いて裏面に行きます。ビジネスブースご利用の方法です。先ほど7号車のデッキに見に行ったビジネスブース、あちらに予約しないと使えないんですよね。しかもその予約もこの QR コードを読み取らないと予約サイトに行けないという感じになっています。で、この QR コード自体もですね実はこの J27 編成の専用の QR になっており、これをねスクリーンショットしたからといって別車両でねビジネスブースで予約できるかっていうとそういうわけではありません。まあ、書いてありますね、この予約サイトはこの車両専用のものであり他の列車はご利用いただけません、ブックマークはしないでくださいっていうのがね出てきます。じゃあそれではねちょっと早速やっていこうと思います。 iPad カメラを起動し QR コードを読み取ります。でサイトに飛びますね。でサイトに飛ぶとですねこうやってビジネスブース27っていうのがねあるわけです。まあ、空きありということでね、まあ、キープのボタンを押しましょう。でそうするとですね、まあ、30分というね時間制限があり、まあ、ログインして席をキープ。でこれアカウントをね作らないとね使うことができません。まあ、今回私はねアカウントも作成済みということでねそのまま進んでいきます。メールアドレスとねパスワードを打ったらログインしていきます。でそうするとねこの空きありの状態になり画面が出てきます。まあ、席をキープと。でキープをするとですねこのようになっているわけです。
で利用番号というのはねここにあるわけなんですが、席に着いたらね対象のテーブルのタブレット利用番号を入力してくださいとあります。でキープ完了からね10分以内に行かないといけないということで、まあ、早速ね行きましょうか。ということで再度やってきましたビジネスブースです。こちらのねボタンを押すと中に入れるんですね。ビジネスブースの中はねこんな感じになっています。もともとね喫煙ルームをね改造したものになっています。でタブレットはこれですね、このタブレットに、利用番号を入れていくわけです。タップして、380とで利用すると、でそうするとね、まあ、アンケートが出てくるわけです。まあ、今回私初めてですからね、初めてと打ちますね。で、まあその他にしときましょうか。反応しないですね。でこのビジネスブースをあることをいつ知りましたかということでね、まあ私はね乗車前から知っていたということで、乗車前とで年代を知る方は、私今20代ですから、20代とでビジネスブースで何を持ち込みましたかということでね、まあ作業に使うビジネスブールってことを言っておきましょうか。でリンクからアンケートからのご協力をお願いしますね。で詳細なやつはねやっていくわけです。まあまあこんな感じでね入力していきます。にしてもねこの画面すごいですね。富士山に N700S のやつですね。でここにご利用の残り時間が書いてあって、まあ利用が終わったらね利用終了というのを押さなきゃいけないわけです。このビジネスブース結構いいですね。椅子もあってコンセントもあってね、でなおかつ、まあ、棒にはなってないんでしょうが、まあちょっとしたね個室になっており、まあ相方がいればね相方と喋りながらね作業ができたり打ち合わせができたりできるわけです。あくまで振りなんですが、このビジネスブースを使う際はスマホに耳を当てながらパソコンをいじるだったりとか、あとはねズームの相手と打ち合わせをするといった感じになるんじゃないでしょうか。いやこれは十分快適ですね。時間的にはねまだ24分あるわけなんですが、今回はねあくまでご紹介、私は実際にねこのスペースの機能を使っているわけではないということでね、他に使う方がいるかもしれません。もう早々とね離脱しましょう。利用終了のボタンを押して、ね、この画面で利用を終了する。またのご利用ありがとうございましたということで、60秒後にトップへ戻るという感じですね。じゃあ戻りましょう。現在の7号車車内の様子です。やはりね結構スーツを着た人だったりとか出張する方々がね乗っていますね。パソコン作業をしている方も結構いらっしゃいます。以上が7号車 S ワーク席の機能ご紹介です。全のぞみを7号車にね S ワーク席設定されています。ただですねビジネスサポートツールを貸してくるのは N700S の車両で、かつね先ほど利用したビジネスブースっていうのはね N700S の中でも確か2、3編成ぐらいしかねないんですよね。 N700S の運用っていうのはねその日の朝5時に更新されます。その際にですねビジネスブースのありなしっていうのも分かりますので、まあ、ぜひ狙って乗ってみてはいかがでしょうか。まあ、私はねこのままで新大阪までこの N700S に乗っていき、新大阪からですね現在高速を走っているのぞみ103号でね広島に向かいます。ちなみにのぞみ103号っていうのは N700S ではありません。 N700S ラージ A ということでね、まあ、この N700S とビジネスブースとね何が違うのかっていうのを比較しようかなと思っています。先ほどまで S ワーク席についてご紹介していたため外はそこまで気にしていなかったんですが、やはりこう見るとさすが新幹線早いですよね。特にこの列車はのぞみ号新横浜を出ると次の停車駅は名古屋、駅間がね300キロちょい離れているわけです。もう300キロの駅間をですねひたすら、ね、高速運転していくわけですからね、これはすごいですよね。現在三河安城駅をね通過しているわけなんですが、車内のディスプレイを見てみるとですね、ただいま三河安城駅を通過というね表示がされています。のぞみ号とかだとね300キロちょいねノンストップで通過していくということもあり、まあ、こういったね現在地を出してくれるっていうのはありがたいですよね。またこちらの車内ディスプレイっていうのは現在地がねどことどこの間を走っているのかっていうのも時々表示してくれるようになっています。な
まあ、現在地が分かるっていうのは結構ありがたい話ですよね。列車はね、京都駅にやってきたわけなんですが、見てみるとですね、ちょうどね、光号の657号発車していくね、亜空間接続ですね。東京出てから2時間30分やってきたのが新大阪駅です。私ここからですね、広島駅後続ののぞみ103号に乗り継ぎます。のぞみ103号ね、このホームからの乗り換えだと良かったんですが、乗り換えホームっていうのはね、ここじゃなく1個隣の21番乗り場になっています。21番乗り場から21時38分、8分の乗り換えということでね、急いで移動しましょう。いやー、新大阪でね、階段を使っての乗り換えだとは思わなかったのでね、新大阪乗り換えにしたわけなんですが、これだったらね、対面とか同じホームで乗り換えできた京都や名古屋でね、後続の広島駅のぞみ103号に乗り継げばよかったですね。8分でね、階段乗り換えですからね。そしてやってきました JR 新大阪駅21、22番線です。乗車するね、のぞみ103号広島行き21番線から21時38分発です。まあ続行走ってきたということでね、乗務員交代もありますので、21時36分頃にね、21番乗り入線してきます。でここからね、乗車する座席というのも7号車 S ワーク席になっています。21番線に21時38分発のぞみ103号広島行きが到着いたします。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。自由席は1号車から3号車です。この電車は途中新神戸、姫路、岡山、福山に止まります。新大阪駅21番線には21時38分発後続ののぞみ103号広島行きやってきました。 JR 西日本の N700系ラージ A です。N700 系の時と同様に側面表示はフルカラー LED になっています。座席も S ワーク席なんですが、指定席というね、案内だけになっているんですね。それでは広島駅のぞみ103号を乗車していきます。 N700 系ラージ A S ワーク席の車内はこんな感じです。 N700S よりはね、なんか若干違ったような雰囲気ですよね。で、座る席は1番 E 席ということで、1番 E 席はここですね。21時38分、のぞみ103号が新大阪駅発車していきます。ここからね、山陽新幹線 JR 西日本の区間に入っていきます。西の方の車ということで、いい日旅立ちが車内メロディーですね。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号広島行きです。途中の停車駅は新幹線
ということで、新大阪で乗り継いだ N700 系ラージ A ののぞみ103号広島駅新大阪を発車しました。それでは N700 系スプリームとの差をね、見ていこうと思います。まず背面テーブル、こちらですね、 SWiFi4Biz のね、案内が貼ってないんですよね。いやー、これはびっくりですね。そしてこちらがね、リーフレットになります。先ほどの N700 系スプリームとはね、全然違ったものになっていますね。東海と西日本だからかなっていう思ったんですが、このね、リーフレットの下の部分にですね、 N700A って書いてあるんでね、多分スプリームと A で変えてるんでしょうね。まあ、こういったリーフレットになっています。背面テーブルに SWiFi4Biz の、ね、QR コードがなかったので、まさかとは思いましたが、ご覧の通りね、新幹線フリー Wi-Fi はあるんですが、SWiFi4Biz の情報はないですね。つまり N700 ラージ A にはね、 SWiFi4Biz 利用してないみたいですね。さて、やってきたのが7号車東京寄りの出来機です。 N700 系スプリームの J27 編成の時はここにね、ビジネスブースがあったわけなんですが、ラージ A ではですね、喫煙ルームの廃止跡、てかまだ喫煙ルームのままでね、残っています。まあ、張り紙はね、されているという喫煙ルームは廃止となりましたというのは案内はあるんですが、まあ、全く変わっていないという状況になっています。以上がですね、 N700 系スプリームとラージ A の S ワーク席差ですね。まあ、先ほど乗った、ね、J27 編成というのはビジネスブース積んでたということもあり、結構差が激しいみたいですね。まあ、あえてね、700S に乗るのは私にはおすすめです。さあ、このままね、広島まで新幹線乗っていきましょう。そういえば先ほど説明するのを忘れていたんですが、こちら乗車券と新幹線特急券です。エクスプレス予約 S ワーク席という商品の切符ですね。このエクスプレス予約 S ワーク席という商品、実は制約がかなり厳しくなっています。一つ目が会員限定である点です。エクスプレス会員もしくはスマート EX 会員でのみ購入できる商品になっています。まあ、そりゃそうですよね。券売機や窓口で購入できず、エクスプレス予約からじゃないと購入できない特別な車両、座席なわけです。会員限定じゃないとね、買えないのもしょうがないですよね。で、2つ目が乗車券とセットで買わなきゃいけない点です。この S ワーク席、乗車券特急券見てみるとですね、特急料金は EX 価格なんですが、これ17,990円、合計金額から引いていくと運賃は11,880円。実はね、東京都内広島市内の通常の切符とね、同じ金額なんですよね。つまり定価です。 EX 予約ってね、特定特殊内制度適用されないのでね、これだと少々高くついてるような感覚ですよね。エクスプレス予約には特急券のみ購入できる E 切符という商品があるんですが、そちらにね、 S ワーク席を組み込むことはできません。かつね、エクスプレス予約 EX 早得というね、安くなる商品もあるわけなんですが、そちらにね、 S ワーク席を組み込むこともできなくなっています。つまり乗車券は定価の状態で乗らないといけない切符なんですよね。さて、現在通過しているのが西明石駅です。山陽新幹線 N700 ラージ A でもですね、車内の案内でどこどこ駅通過していますという案内が出るようになっています。ただですね、こちらは3色 LED でのね、表示になっているんですよね。 N700 系スプリームとの違いもこういうところが出てきます。現在通過しているのが相生駅です。小玉873号広島駅を追い抜いていきます。東海道新幹線内は最高速度は285キロまでと制約があったわけなんですが、山陽新幹線の最高速度は300キロということでね、
こののぞみ103号山陽新幹線区間では300キロ近いスピードで、ね、高速運転していきます。めちゃくちゃ速いですよね。新大阪を出てから1時間29分、東京を出てから4時間7分、やってきました広島駅です。いやー、ついね、帰ってきましたよ。窓口や券売機で購入できないのぞみ号の特別な座席、S ワーク席を利用してみた動画、いかがだったでしょうか。 N700系スプリームと N700系ラージ A では、同じ S ワーク席でも車内構造かなり違います。個人的にはね N700S の S ワーク席の方がおすすめです。しかもね N700S 一部のね車両にはビジネスブースというのも設置されています。もしね当たった際は利用してみてはいかがでしょうか。 EX 予約だとねちょっと制限があったりしますが個人的にはかなりおすすめです。ではこの動画はここでおしまいとなります。かなり長くなってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。